皆さん、今日はたくさん、本当ますのお忙しい中、ご参集いただきましてありがとうございます。それでは、始めたいと思います。いつも、そのアイヌのこととか、そういう、具体的なね、現実についての話ばかりしてると、なんとなくね、こう、大根がいくらだ、ネギがいくらだみたいな、電気代がいくら上がったとかね、そういうような話ではちょっとね、ちょっと具体的なものを少し置いといてですね、人間世界に対するこう広い視野を養うという、当初の目的はそういうことだったんで、その辺を少し、話した上でですね、あと、その3月10日の講演会でね、私もレイシスト的場先生のレッテルを貼られましたんで、それに対する反論、そして、今日はですね、その、積極的差別是正措置っていうかね、これを意図してですね、アイヌに対する様々な、施策がなされています。で、差別っていうとね、このアイヌが例えば差別されたから学校に行けないとかね、差別されたから生活が苦しいとか、そういうことになって、アメリカの場合はね、例えば黒人問題とかあるんだけど、日本の場合で、特に有名なのは道安ね、問題、これは関西の方面ですけどね、そういうのがあったんですけども、今はもう道安に特別措置法もなくなって、それは一応ないことにはなってます。ただ今これを今度アイヌでね、どしどし進めようという流れになってますんで、その辺についてお話ししていこうと思います。ではまず始めます。論語に学ぶね、第1回君子と小人ということです。物事の判断基準としてのね、論語、人物の判断基準としての君子と小人というかね、小人というかね、その具体的表象としての偉人ね、偉人、偉い人ね、こうしたことをね、少し学んで、偉人の姿、生き方を見て、自らを振り返り、そして外ると。で、外ることが、これがまた、自分の向上努力につながるという、そういうことで、今はね、みんな平等、平等って言って、この偉人の話っていうのが学校の教育なんかでもあまり取り上げられなくなっているっていうね、そういうことがあるんで、今日はお子さんも来ておられるから、そういうね、世の中にいっぱいね、日本だけでなくて世界にいろんな偉い人がいて、そういう人を見て目標にして、何も大谷翔平ばっかりでなくてね、自分たちの日々頑張っていこうという、そういう思いをね、教育することも大事だと思いますので、自らの反省を込めて、そういう話をしてみようと思います。でね、まずこうやって集まってくる縁をね、大切に生きるっていうね、これ柳生家の家訓にね、詳細、詳細は縁にあって縁を知らず、縁にせっかくいい縁あっても縁を知らないでそのままスッと通り過ぎていく、仲裁は縁を知って縁を生かさずという、そういう、そして大祭ね、人物は袖すり合うも昔から多少の縁というところ、そういう縁をね生かすんだっていう話です。で、このね、因縁ってよく聞くよね、因果とかね、これ南方熊楠っていうね、禅宗人間、面白いなって、大体私たちのその、あれですね、因果っていうかね、因縁、因と結果ですね、大体こう普通に、流れていくいろんな因果があるんだけども、そこにですね、こういうふうにして、縁があってですね、いろんな縁がある。そういうところを分からないで、スッと過ぎていって、せっかくいい縁があっても、それに気づかないで、過ぎていってしまう。こういうのを詳細とこういうらしいですね。そして、例えばですね、こうちょっと落ち込みかけた縁がね、最初の縁が、縁を通り過ぎても、ここでって言ってまたこう浮かび上がる。そういう縁。あるいはね、本当にどん底まで落ちたって。気づかないでね。それで、ある時、この、いい縁にあって、また浮かび上がるという。そういう、こういうふうにして、因縁とね、それから因果、そういうふうにして、仏教の方ではこういうふうに考えておるよっていうことを、南方熊楠っていうね、偉い先生は教えてますね。それから今度ね、生、これね、生と僧って言うんだけど、生とは生の現れた、生の、現れたものだと。人相とか言うでしょ。それとか、性根とか言うよね。根性とか。ね。それで、性は学ぶことによって変わる。だから、我々は、学ぶことによって、性を変えることができる。そうすると、性が変われば、相が変わる。そういうことで、常に学ぶっていうことね。
大事なんですね。変なことを学ぶと変な層になるしね、いいことを学ぶといい層になるという、まあ、そういうことですね。それから今度人相ね、これ人相はね、みんなあの、あの世の東西を問わずね、あの人相っていうのを非常に 大事にしてますね。福沢諭吉の学問の勧めっていうね、願職要望の活発愉快になるは人の特技の一箇条にして、人間交際において最も大切なものだと。要するにその願職要望ね、顔の表情、人相っていうのは非常に大事だということでね、やっぱりいい人相に合うとね、あの落ち着くし嬉しくなるし ね、たぶん。ちなみにこの福沢諭吉さんどうですか、みんななんか嬉しくなりませんか、これ見てほっとしませんか、ね、そういうもんなんですよ、ね、うん、これ今でもね、スキャナーで撮るとしたら撮れないんですもんね、うん、あれ偽札作りの原因になるからね。そして写真に撮るとここに筋が入る、自動的にね、いや面白いなと思って、まあそういうことでちょっと皆さんホッとしたかと思うんですけどね、うん、まあそういうふうにして、まあ、人相っていうのは大事だと、これ福沢諭吉も言ってる。でね、これあのルソーってね、あのフランスの歴史家の、あの教育者なんですけども、人間の顔の線はある種の心の動きと頻繁な習慣的な印象によって知らず知らずのうちに出来上がってきて一定の特徴を持つようになる。そういう心の動きは顔に示される、これ以上確かなことはないと。そしてそれが習慣になるとそこに永続的な印象を残すことになる。こういうわけで要望は性格を示すものと私は考える。まあいつもこうね、心配事あったりね、あいつがあってこうね恨んだりとかやってるとやっぱりそういう顔になってくるね。あの人を妬んだりとかね、でまたああよしよしって言ってね、あのニコニコしてるとまたそういう人相になるから、あのまあ福沢諭吉ほどではないけどもね、人を喜ばせる人相になっていくっていうね、あのことなんですね。でまああのそれこそリンカーンはね、40にもなればね、己の顔にね責任があるところね、言ってますけどね、あの男は40になればってね、うん、あとはまあ大谷宗一だかなんかはね、男の顔は履歴書ってね、その後でこそっとね、あの女の顔は請求書ってね言っとるけどね、まあ、これあの別に女の人をバカにしたわけじゃなくて、別にね女の顔は履歴書、男の顔はあの請求書でもねいいんですけども、まあ、それじゃちょっとね、あの文学にならんでしょ。そういうことだから、ここに女性おられるけどもね、あのそういうあの和やかな気持ちで聞いてくださいね。まあ、それでね、まあ、人相についてね、この福田光さんって、あのこれはあの日本の、まあ、戦前戦後、もう非常に重要なあの人、このね、幸福論っていうのを読んでみると、ね、すごく面白いですよ。読んでみます。個人の魅力について多くの人が誤解しやすい点は、人間の外形と内面とは別物だと考えることです。ここでもやっぱりね、外形と内面というのは非常に別物ではないと。それから外形と内面、言い換えれば肉体と精神、あるいは人相と人柄、この2つのものは別物であるどころか、実は心にくいほど一致しております。人相を見れば、その人柄は大体わかります。そういうものなのですと。ね、まあ大体そういうふうになるのにね、そこそこ年必要になってきますよね、いろんな人見てね。で、時々騙されたり、時々ありがたいなって思ったりしながら、ああこういうふうにね、まああの犬なんかでもね、こう猫でもね、こいつなんか噛みつきそうな犬だとかね、かっちゃきそうだなって分かるけども、人間はなかなか難しいですよね、ごまかすこと知ってるからね。はい、次、人格だけを尊重するのが近代的であり知的であると思い込む習慣は、人間の値打ちは地位や財産によって決まらないと考える。衣服や持ち物によって功を決めてはならんと思う。人相に惑わされまいとするが、残念ながらそれほど用心した挙句、最後に、ね、彼らもまた騙されるのですと。で、なんで騙されるかというと、外形に騙されまいとして内面に騙されるのです。よく騙されたという言葉を乱用しました。ことごとく騙されたという理由は簡単です。人相と人柄との究極的な一致という原理を無視したからに他なりません。語っている人物の人相より語られた言葉の内容の方を信じたからに他なりません。まああの電話でね、オレオレ詐欺だとか振り込め詐欺だとか、あれ声だけだよね。あれちゃんとね、あの
捕まってる奴らの顔を見て、あれとまともに話して騙されるったらよっぽどのおちょこちょいだと思いますけどね。それはなぜかというと、その語ってる内容によるわけですね。次、これね、博打がね、人相を悪くすると。これはね、最近この水原一平君ね、これでちらっと思ったんだけどもね、まあ、水原さんの顔はいいとしてね、自分の経験を話す。私ね、大学に行った時ね、ちょうどあの北大の教養部がね、閉鎖されててね、まあ、結構民政と角丸とかぼっこむってね、民政なんかはね、凶悪でゴスンクにね、角棒の先にぶち抜いてね、相手をぶったたくんですよね。そしたらもう天井とかに血しぶき散ってたりしてて、で、まあ、バリケード封鎖されてるもんだから、まあ、ついついフラフラとね、麻雀室へ行ったり、あるいはパチンコ屋行ったり、そのうちね、たまたま勝つってね、勝ったらまた面白いからね、で、アルバイトで土方なんかしてるより、よっぽどいいわけですよね。うん。そして、パチンコ屋もね、当時はね、今みたいに自動化されてなくて、釘師が回って歩いて、毎週、こう曜日が決まってるんですよ、そこのパチンコ屋で釘が変わるね。だからその前に、昼間は麻雀やって、夜になったら閉店前にね、カバン持ってって、ね、学生だからね。カバンの底に紙引いてって、それを書いてくるね、定量で。で、次の朝、こう、パチンコ屋開くとね、こう、シャッターの下こうやってググってね。そういうことをやった時期がある。でね、ある時ね、もう、昼間麻雀やって、夜パチンコ屋やって、またパチンコやって、麻雀やってってやってたらね、帰ってきてこう、顔見たらね、自分の顔、鏡に映った顔。いやこれ、とってもじゃないけどね、親に見せられる顔じゃないなと思ったの。何かって言ったらね、やっぱ非常にこのわがままな顔になってるわけ。見るからにね。これで、あ、これじゃいけない、恥ずかしいと思ってね、ピタッてやめた。なんで博打はね、人相悪くなるかって言ったらね、例えば、まあパチンコでも麻雀でもそうだけど、あ、この人と一緒にやって、あの人勝てばいいな、こっちも勝ってほしいなって思わないでしょ。俺だけ勝てばいい、私だけ勝てばいいって。ね、そう思うと、やっぱりわがままな顔になるね、博打はね。うん、でそのことに気づいてピタッとねやめた。やっぱり人相大事だからね。うん、まあ、そうしないといろんな人に巡り合えないもんね。パチンコ屋の台ばっかりにあれしたり、麻雀屋でさね、相手の顔見たり手伺ったりして、そんなことばっかりしてたら目つきも悪くなるしね。まあ、そういうことで博打は人相を悪くする。自分たちのお子さんや子供たち、あるいは旦那や奥さんでね、ハマってる人いたら、いや、一平さんね、もうちょっと前にね、俺のとこ来てくれたらね、よかったんだけど、うん、手遅れですね。それからですね、まあ、才と徳ってね、これ、いわゆる人間を語る上でどうしてもね、必要な基礎知識なんで、才っていうのはね、まあ、人格の要的機能とかね、表に出る働きに、木に例えると枝葉、果実ですね。それから、徳。まあ、あれができる、これができるっていうね、人間にとってね。徳は人格の表に出ない状態ね、内面の動きっていう。まあ、木に例えると、まあ、幹とか、根っことかね。要するに、まあ、そうね、英語で言えば、この、ある状態っていう、才能、才っていうのはね、doing っていうかね、動的なもんですよね。徳はそばにいるだけで安心するっていうような、まあ、being っていうかな、英語で言うとね。うん、まあ、西洋哲学ではね、私たち人間は命があって人間なのですがね、その命をその目に見える、うん、その物質的空間的な身体および機能、これを才っていうかね、そして目に見えない空間も占拠しない、そういうだけど確かに存在するというね、それを精神的なものっていうふうに、だから物質的空間的なものと精神的なものに、西洋哲学ではそういうふうに分けてるけど、東洋では才と徳っていうふうにね、簡単に分けます。まあできればやっぱりその才能のある人よりもね、まずは徳が備わってないとね、才が大きすぎるとね、で徳がないとね、悪いこともでっかいことをやるからね。でこれ相田みつを私好きなんですけどもね、ただいるだけで、あなたがそこにただいるだけでその場の空気が明るくなる。あなたがそこにただいるだけでみんなの心が安らぐ。そんなあなたに私もなりたいところ。こういうのが徳というね、やつですね。うん。
でね、もっと面白いのね、これ仏教のね、内山高尚さんってね、もうすっごい、非常に若く、早稲田大学出て、就職したんだけど、綺麗な奥さんもらったんだけど、なんか突然死んじゃったんだよね。それで世を儚んでですね、それで、仏門に入って、曹洞宗に入っても、すごい厳しい修行をしたお坊さんですね。その人がね、これがまたね、その物事を面白く教えてくれるんだね。要するに、人間の思いは頭の分泌物だってわけ。唾液腺から唾液、甲状腺からは甲状腺ホルモンが分泌されるように、頭からはいろんな思いが染み出します。ね。だから分泌物です。これが我々の生命の主人公であるはずがない。生存のためにその分泌物を使って、あれかこれかと判断しているうちに、反対にいつの間にかその分泌物に使われて、その思いこそがね、俺の主人公だと決め込んでしまう。それが全ての間違いの根本ですと。仏教でいう無明とはそのことだというね。だから、その甲状腺ホルモンというのは、まあ、命全体をね、体も心も含めた命全体を生かすため、唾液もそうだ。でも、思いもね、我々の思いも頭から、その我々の命を生かすために分泌されるというふうに考えてどうだろうかと。で、そのね、一時的な思いで自分の命を損なったり、相手の命を傷つけたり、あるいはね、その最悪ね、人を殺めたり、あるいは自分がね、それで、世を儚んで亡くなるというようなことがあってはいけない。だから、そこを、なんか落ち込んだときね、この苦しみはどこから来てるかって言ったら、脳の分泌物だというふうに考えて、その苦しみを乗り越えようというふうな言葉の一つにね、杖の言葉っていうかな、人生のそういうふうにしてもらったらいいなと思って、今日紹介するけども、自分もまたそういうふうにして、あ、この言葉いいな、なんか落ち込んだときに、あ、これは俺の頭の分泌物だと。うん。汗と一緒。で、そのうち乾く。そう思って、苦しいとき。ね、あと、あんまりね、その、はしゃぎすぎてもね、嬉しいときも、いや、こんなことでね、頭の分泌物、汗でさ、うん。飛んだり跳ねたりはしゃいだりしてたらね、あとでひどい目に遭うぞっていうね、ちょっと戒めにもなる。まあ、そう思ってますよ。それからね、この、善悪、美醜、真理っていうのは、これもね、大事ですよね、我々の価値観としてね。善悪っていうのは、これ、意思、ね、実践的能力で判断するわけね。あ、これはいいことだ、これは悪いことだね。それはありますよね。それから美醜っていうのは、これ、感性だから、やっぱりこの心理力、感性っていうのは、これ、なかなかね、さっきも言ったように、福田光尊が言ったようにね、この、自分でこう本当はね、わって思うとかさ、それなりに思うとかいろいろあっても、それ、感性だから仕方ないよね。うん。それを、まあ、いわゆるの理性というか、頭の分泌物でね、まあ、それ口に出す出さないはいいけども、まあ、大事だけども、それを無理にね、へりくつつけて自分を納得させるということを、感性はそれを許さないんだよね。ストレス溜まる。それから真理ってね、これは知性だよね。で、認識力で判断する。正しいか、正しくないか。ただね、これ面白いのは、ギリシア哲学以来ね、あれですよね、美と善はずっとあったんですよ。ところがね、この真っていうのを加えたのはね、カントだから、まあ、18世紀ぐらいか。うん。西洋でね、この真っていうことをなかなか西洋哲学は気づかなかったんだね。ところが、仏教もね、それから、論語とか儒教も、真ということについてはね、真偽。これについては、ちゃんと、古い時代から、語ってますね。うん、例えばこれね、この、アイヌの、またここでまたアイヌのね、これ誹謗中傷するわけじゃないんだけども、アイヌのこの口の入れ墨ね、これはね、昭和の初め頃まで広く行われてたんだけど、旭川の砂沢倉さんがね、十勝に嫁に行ったいとこが入れ墨されて帰ってきたときに、みんなでね、家族もみんなして泣いたっていうね。だから、アイヌ女性自体は、これ、あまりね、好んでなかったっていうことは確かですね。そして、逆にね、これここ、女神、これね、三歳杖っていうのがあるんだけども、これにね、女神族って言って、まあ、ちょうどあれ
れですね、黒竜江のあたりですか、これ読み下しますよ、これ私が読み下すんだけど、女神骨あの国はうんぬんくんぬと書いてあってね、王力構築のその水源のところにあるんだけども、ここね、協力を重んじ女神人と結婚する者はその口に、これ入れ墨ですね、入れ墨するっていうふうになってるんですよ。だからまあアイヌのその口元の入れ墨っていうのはね、やっぱり大陸から来てるんですよ。他はたくさんあるんですよ、入れ墨する文化に、沖縄から縄文時代の方までずっとね。だけどこの唇の入れ墨っていうのは非常に、しかも女だけね、特殊。古事記なんかでも男は入れ墨してるのありますからね、古事記の本にもね。で、まあ、ここでちょっとアイヌが出てきたんで、もうちょっとアイヌの話、これもね、女神族とね、アイヌの関係なんだけど、これね、東北奪還諸国図志って言ってね、1643年に、あれですね、東インド会社の人が北海道をずっと来たんですよ。で、それをの総田州、舵取る人ね、その人の話をですね、ニコラス・ビッセンっていうのがオランダで聞き取り書いたの。で、それを今度はオランダのババはと、ババね、サダヨシだ、ババサダヨシっていう人がこれ翻訳したんだけど、ここにね、アイヌと女神族がすごく似てるって書いてあるのね。それからカムイノミって、ここにね、まず姿、こう野作人っていうんだけど、これアイヌのことなんだけど、女神人と容姿似ているとかね。それから食事の時にこの酒をね、箸につけてピュッピュッピュッとね、四方に巻く、これも似てる。それから犬、この削りかけね、これも奪還人と同じだった。だからやっぱりそっちの方から来てるのかなっていうね、話、ちょっと話飛びましたけどね、で、これね、これはもうそれこそ鈴木さんなんかが得意とするけども、宿血ってね、宗寺って論語のね中によく出てくる孔子の一番若い弟子、46歳若かったと言われてるんだけど、その宗氏がまとめた大学というね本に宿血っていうのがあるんですよ。四言経とかね、これ何かっていうとね、まず善なく悪なきは心の体。この心っていうのは何かっていうと、本然の性ってね、まあ要するに成人も一般の人も備わってる。要するに、例えばここに柳があるったら、柳がある、花があるったら花がある、そういう、ただそれが綺麗だとか何だとかって揺れてるだとか判断しないね。これは本然の性、まあ、いわゆる、だからこれは成人であろうと普通の愚人であろうとちゃんと分かると。それから善あり悪あるは意の道、要するにそれに善悪を判断する。そうするとこれが、まあ、意識っていうかね、そういう判断が起こる。で、仏教で言ったらね、例えば花はくれない柳は緑、ただそれだけなんだけども、その花が綺麗だとなったら綺麗だなと思うでしょ。そうすると欲しいなとこう次来るわけね。こういうのをその意の道というね。それから善を知り悪を知る、これ良知って、良知っていうのはね、生まれながらに備わっている知恵。まあ、我々わかるよね、大概ね、人を傷つけてるの見たらね、悪いってわかる、いじめてるの見たら悪いってわかる。だけど悪いって分かってもやってしまう、いじめ問題もそうだけどね。だからその誰でも分かってる知をね、ちゃんと育てなきゃいけないよね。それを善をなし悪を去る、これ格物っていう、格物っていうのは何かっていうと正すっていうことね。だから善悪をしっかりと分けてそれを教える、それを子供のうちにね、ちゃんと若いうちにやっておかなきゃいけないよね。学校でその善悪を分かたない、そういう教育を今、それもいいね、いろんなこと考えたこと、考え方あるね。だからダメなものはダメだっていうね。昔ね、うちの息子が北大の医学院の行ったんだけど、教養の時にね、人殺しはダメなのかいっていう、そういうその講義の中の命題があって、そのグループディスカッションになったんだって。だその時にどん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 話していったら、その指導教官もいるんだよ、ちゃんと哲学のね。そしたら別に人を殺すも豚を殺すも同じような話になったんだけど、
じゃあ豚殺すの善か悪かって話になって、いや食うためなら殺してもいいだろうと。で、じゃあ人間はどうなんだ、自分が生きるものためならば、あるいはもっと言えばさ、自分の生活のためにあえて殺すのもいいのかって話になってって、で、なんか堂々巡りになったらしいんだよね。だからその時にね、私はそういうのを嫌いだから、ね、いつもダメなもんはダメだ、それを一言でいつもね、片付けた、どうしてって聞いてもね、ただうちの長男坊がダメなもんはダメだ、それで言ったらそのまま収まってカンファレンス終わりになったっていうね、そういうことなんだよね。だからこの善をなし悪を去るこれ格物、要するにちゃんと物事がね、正されないっていうことは教育の根本だと思うね。誰でも子供でも善悪分かってる、分かってることをちゃんとそれを直ちに実行にね移す、それからそんなところで理屈こねないとね、そういう教育を、まあ今日は市議会の先生方おられるから、ぜひね、やってもらいたい。特に政治家なんかそうよね、うん、ダメなものはダメ、それはもともと生まれながらに持っている知恵でちゃんと分かるはずね。それにまたこの伝習録にはその後半にですね、うん、善なく悪なきは理の性、この理の性っていうのはね、何かっていうと、まあ、いわゆる聖人の心ね、儒教でいうところの善あり悪あるは気の道なり、この気の道は同じですね。で、気に動かざればすなわち善悪、善なく悪なしって、まあ、これを自然という至る善ねというんだけども、これはね、この理というのは天命というかな、天の理に従うということを理というのね。そこが仏教と違って、仏教はもう善悪超越してるからね。だけど仏教のように善悪超越してしまったら、世の中収まんない、人間世界が収まんないよね。いや仏教が悪いというんじゃなくて、やっぱり統治機構が保たれないと、一番の人間世界のね不幸は、要するに安定しない、乱れてるということだからね。だから共産主義の中でもみんな幸せそうに暮らしてるわけだよ、我々が終わりになったっていうね、そういうことなんだよね。だからこの善をなし悪を去るこれ格物、要するにちゃんと物事がね正されないっていうこと、教育の根本だと思うね。誰でも子供でも善悪分かってる、分かってることをちゃんとそれを直ちに実行にね移す、それからそんなところで理屈こねないというね、そういう教育を、まあ今日は市議会の先生方おられるから、ぜひね、やってもらいたい。特に政治家なんかそうよね、うん、ダメなものはダメ、それはもともと生まれながらに持っている知恵でちゃんと分かるはずね。それにまたこの伝習録にはその後半にですね、うん、善なく悪なきは理の性、理の性っていうのはね、何かっていうと、まあ、いわゆる聖人の心ね、儒教でいうところの善あり悪あるは気の道なり、この気の道は同じですね。で、気に動かざればすなわち善悪、うん、善なく悪なしって、まあ、これを自然という至る善ねというんだけども、これはね、この理というのは、天命というかな、天の理に従うということを理というのね。そこが仏教と違って、仏教はもう善悪超越してるからね。だけど、仏教のように善悪超越してしまったら、世の中収まんない、人間世界が収まんないよね。いや、仏教が悪いというんじゃなくて、やっぱり統治、機構が保たれないと、一番の人間世界のね、不幸は、要するに、安定しない、乱れてるということだからね。だから共産主義の中でもみんな幸せそうに暮らしてるわけで、我々から見たら信じられないけどね、うん、プーチンの下でも元気にみんなロシア人生きてるわけでね、うん、まあいいや。それでですね、そういうふうに天理に従って適当に計らわないと世の中は収まらないっていうのが儒教の立場。仏教はね、そうじゃなくて、まあ全て人間はね、まあ、いわゆる生まれ変わり死に変わりね、輪廻の中でいいことすればいい結果でいいところに生まれる、悪いことすれば悪いところに落ちる、だからそういうことでいいんだからっていうことだけど、それだけじゃ世の中収まっていかないわね、うん、まあ、そういうことでね、この善なく悪なきは心の体、善なく悪なきは理の性中ね、これが、まあ、うん、まあ語音でいうところの仏教ね、これ式重創業式ってね、般若心経なんかに語文ってあるんだけど、式っていうのはね、現象そのもの、さっき言ったやつ、簡単に言えばね、まあ、関東で言えば純粋経験って、花はね、くれない桜、花はくれない、柳は緑っていうね。で、樹っていうのは、それを感受する。だから、仏教の方は、同じその心の体を、体をですね、
二つに分けてる。色と受とね、感覚器官。そして相っていうのは感受した事象を心の中に取り入れる作用。ああ、綺麗だな、ってね。で、そして行動欲しいなとこう手が出るね。ね。で、ダメだって言って手叩かれたらね、ああ、あれ欲しかったなぁ、つってね、家帰ってもね、欲しいな、欲しいな、欲しいなと思うね、この意識に残る。だからこれを、その人間の心を分けるわけね。まあ何でもいいですよ。花を例にしてもいいし、女性を、まあ、これはまあ文学にならんから女性をね、あれでするけども、例にするけども、ね、ああ、女性がいる、それね、綺麗だな、ね、まあそれからどん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 進んでってね、ついていくだけぐらいならいいけどね、それに触ったりね、なんかすると、逮捕されるわけです。この頃多いよね。そういう抑制効かない人ね。こうやって自分の心を5つに分けてみたら、どっかでストップできるはずなんだけど、そういう学びがやっぱり今はね、なかなか ないよね。うん。まあ、これ、論語のね、学事第一。学びて時にこれを習う、また喜ばしからずや。ともあり遠方より来たる、また楽しからずや。人知らずして恨みず、また君子ならずやとこに。まあ、この時にこれを習うって言うんなくて、安岡正弘がね、これ、自習すっていうのはね、要するに、時々に合わせて、応用するって学んだことをね、例えば、仏教で言うと、お経というのは、お釈迦様が説いたことだけど、経の、論、経律論の論っていうのがあるんだけど、これは、その時勢に合わせて応用していくね。だから、原始仏教の時の経典と、それから中国なんかに来た時の経典とかね、そういうのは論っていうんだけど、そういうのがあるわけね。うん、そういうふうにして学びて、自習するというね、そういう読み方。友あり遠方より来たら、これはね、友があって、それが遠くから来ると楽しいし、人を知らずして恨みず、また君子ならずや。人がね、自分のことを知ってくれないと。一生懸命いろいろやってもね、うん、こそこそやって知られたら困る人もいるけども、一生懸命やって人が知ってくれないっていうのはね、これを恨まないという。そうやって徳を積んでいくっていうことが君子だねという話ですね。うん。まあ、それでね、この君子って何かっていうね、まあ、向こうでは対人とこう言うんだけど、君子と小人ってね、君子ってね、徳が才に勝る人物。これを対人とか、君子っていうね、まあ、通常は君子っていうのは、こう、社会の、なんていうの、責任ある立場の人とかいうふうに言うんだけど、根本は徳が才に勝る。要するにそういう地位につくときは、やはり徳がね、才に勝る。それから小人というのが、才がね、徳に勝る人物っていうね。だから、徳がすごく大きくて才も大きい、すごく大きい人、聖人というんだろうけども、その、才が小賢しい人間っていっぱいいるよね。あっちこっちにね。で、こそ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 悪いことしてると、まあ具体的に誰ということにもなかなかならんけども、そういう人はかえってね、才が大きくて人物が曲がったやつなんかは、かえって社会、世の中にね、悪さを起こすというのをするというね、そういうことがあるんで、やっぱり徳が才に勝ってるっていう人を、それこそ政治家とかね、上に立つものでは、には選ばなきゃいけないし、そうあってほしいよね。でね、これ、宗師って言ってね、これはまあ孔子より先も言ったように46歳も若かったんだけど、十分に孔子の代わりができたというね、そういう人、非常に 才能も徳も発達した人ですね。我日に我が身を賛成す、人のために計りて忠ならざるか、法友と交われて真ならざるか、習わざるを伝うるかというね、まあ、この賛成すっていうね、見たり顧みると読むのもいいんだけど、この3つね、人のために測って、中でないのか、なかったのか、あるいは、法友と交わってね、真をちゃんと守ってるか、それから、習いもしないことを人に伝えたりしてるか、このことを、3つを賛成するだから、賛成の方がいいと思う。本屋さんの賛成堂との出典ですよね。で、これ、人のために測りて中ならざるかってね、これ見たら、俺、必ず、俺っちゃったらダメだね。私は、必ず思い出すのはね、人のためと書いて偽りと読むんだねっていうね、相田光雄の言葉ね。うん。結局ね、自分が好きだからやってんの。お前のためだとか、私のためだとかね、こちらのためだとかってやってるけど、世のため、人のためって言うけど、それが好きだからやってる。いや、俺はこれが好きだからやってるんだってね、正直に言った方がいい。ね。うん。そういうね、素直さっていうかな。うん。だから、
子供にもね、これお母さんがねこうやって言うのはお前のためだよじゃなくて、ね、お母さんはそうやってほしいのって言って、そうっていう方がきっと説得力あると思うね。お母さんは信頼されているんであればね、うん、そうだよねそう思う、そういうふうにして正直に言うといいと思うよ。で、これ次はね、もうすぐこの辺終わるからね。君子は習して非せず、小人は必死して習せず。習っていうのは広く親しむというね。それから非っていうのはおもねるね、へつらうということね。だからそれから、君子は広くこう親しむけども、小人はもうへつらうね、それから君子は義に悟り、小人は理に悟る。まあ義というのはやはり自分の信ずる道にね従って、取る正しい行動ですね。で、理というのはもちろん 理外の理だよね。だから、まあ、昔から理によりって行えば恨み多しという言葉があるけども、やっぱり理と理はぶつかり合うからね、どうしてもね、喧嘩のもとになるよね。だから君子は和してどうさず、小人はどうして和さず。まあ、和というのはやっぱり調和を保った状態ね。どうっていうのはそうだって言ってみんなわーっとね、夜、まあ、中に一人ぐらいね、そういう冷静な判断をする人がいてくれると、ちょっと待てよっていう話になるんだけども、今結構多いよね。ネット社会なんかはもう一気にね、世論が傾いちゃうよね。うん、一番ひどかったのは小泉の郵政改革だよね。あれはみんながね、郵便局の特定郵便局がね、500万円ずつもらってね、ボロ儲けしてるみたいな話してるんだけど、でも私の距離なんかもね、もう周配しなくなっちゃったら、年寄りなんか全然もうね、あれですよ、荷物出せなくなってるなんかしてね、うん、大変ですよね。でも田舎の郵便局はなくなっていくしね、うん、であれ結局は何かっていうと郵便貯金ね、何兆円ってあったやつを、まあアメリカに出してしまったっていうね。早い話、ヘッジファンドとかね、当時村上ファンドとかいろいろあったけど、ああいうやつらの投資の餌食にしてしまいましたよね。うん、まあ今度ね、それでアイヌ差別についてね、私のところのね、これ、的場先生はレイシストってね、やられたんで、これ本題に入る前にね、ちょっとこのクラックノースの青木陽子さん、これはもうそのプロフィール写真にまで使ってるっていうの、これをね、もうよっぽど好かれちゃったよね。それでね、こんなのがあるんですね。このアイヌヘイトの最前線って。これ、最近のね、1年前からビデオ出されたんですって。で、私、最近見せ、それこそ鈴木さんの紹介で、送ってもらったんだけども。まあ、これ、ね、青木陽子さんね、これ、ウポポイなんですけども、小野寺はもう本当に何回もウポポイに来てると思うんですよ、なんてね。小野寺って呼び捨てにしてますよ。私は先生ですからね。まあ、嫌ですよ。ところがね、これ、こっちではね、的場によるアイヌ来歴デマ。こっちはしっかり呼び捨てにされてますね。この本が諸悪の根源だそうですね。いや、ひでえよ。それでね、これ、あれですよ。稲垣先生がこの DNA がね、私の言ってることが嘘だって言っているんだけど、これ、斎藤成也先生のね、本から出したんですけども、これ、こいついい加減なことを書いてるな、原著論文読めって読んだってこの通りなんですけど、そしたら稲垣がね、訂正、遺伝的距離が近いというのは数字の読み間違いでしたなんてね。でも、こんな、その読み間違ったまんまこういうね、解放社会研究なんていうところに論文書いて、それをこれまたね、この毎日新聞が、あれですよ、私のことをね、そういう DNA のね、研究をね、その曲げて取ってるって言ってね、毎日新聞を書いてですよ。そしてこの最後の結び、ヤポネシアゲノム研究者はどう考えているか、斉藤さんに尋ねると、ヘイト本や動画をチェックして心を痛めていたという、言論の自由もあり、我々がどこまで対応すべきか迷いがあった。でも、もっと正確な情報発信に努めなければ、斉藤さんはこの機会にはっきり伝えたいとして、こう訴えた。研究で、明確になったのは、アイヌの人々が、縄文人のゲノムを最も多く受け継いでいるということ、アイヌ否定論は完全に誤りだと。私はアイヌ否定論してないからね。アイヌ、先住民族否定論だからさ。でもね、きっとこれ、斉藤先生もこれ、分かってると思うんだよね。縄文人のゲノムを多く持ってるのは、それは当たり前だし、アイヌ否定論なんてものないから、もしあったとしたらそれは間違いだわね。うん。で、これね、何度も出してるんだよね。
アイヌ来たの、これ15世紀の北海道の図ね、渡り島、このこれは薩摩文化人ですよね、大体ね。でこっち側がカラコ日の本、これ旧約を介しても言葉通じないってことはね、要するに民族がじわ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 と寄ってきたら言葉が少しずつ通じるようになるよね。このまあこれ1356年の諏訪大明神言葉に旧約を介しても通じないってことはものすごい勢いで入ってきたということなんですよ。そしてこの DNA 分析で縄文人族縄文人にこのアイヌの持ってる Y っていうのないんですよね。これアイヌずっと持ってるでしょ、これがないんですよ。だから後から来たに決まってるんですよね。まあね、これをね、出前呼ばわりされるんだから腹立って、まあ、同じこと何回も言うの許してくださいね。やっぱりムッとくるからね、私もね。でここが大体この辺りもうね、分かってるんですよ本当は、どこで入ったかね。この辺りが大体大陸で分かれた、中国大陸でね、沖縄人、日本列島人、まあ、縄文人もこう来ている、ね、そしてまあ一部、この大陸から入ってくる、朝鮮半島からも入ってくる、そういうふうにして、まあ、弥生人も入ってくるってね。そしてここなんですよ、ここ、ね、北海道アイヌ早く分かれてるのに、途中からこの日本列島から入ってってる、これは関東縄文人が入ってってるんですよ。でこれごめんなさい、これ斉藤先生がね、これこれだよね。さてヤポネシア人の二重構造モデルでは、在来の縄文人に大陸からの混血、渡来人が弥生時代以降に混血して大和人が誕生したということになってますが、混血の時期をゲノムデータから推定してみました。このためにこの図のような、系統関係を仮定し、またアイヌ人が縄文人の直系の子孫だと、まあ、これは本当はそうではないんですが、と仮定して計算しました。まあ、こういうふうにしてね、本当はそうでないんですよ。ここまで言ってるのに、去年の段階でああいう記事を出すんですね。だからおそらく斉藤先生の、発言の一部を切り取ったと思うんですね、あれね。で、もう、ここにですね、ここ、列島人の、DNA、これ特に縄文系の人たちが入った、DNA が入った時期が、だいたい今から360年前って計算までできてるんですよ。で、これは、前も言ったように、1619、20年にね、8万人の、まあ、鉱山労働者が入ってるわけです。で、当時ね、松前藩っていうのは、この本、あれですよ、代表者、まあ、いわゆるこういう黒桑っていうんだけどね、黒桑っていうんだけど、その代表者の組頭を、に許可を与えるね、一人当たりいくらの金取って、滞在費。で、黒桑って何かっていうと、もともとはね、戦国時代ぐらいにね、馬も死んでる、人も死んでるでしょ。そういうところを引っ張らしてね、まあ、埋めるものは埋めるし、馬なら食うものは食うし、皮を剥くし、まあそういう、まあいわゆるそういう差別された最下層の人たち。そういう人たちなんです、黒桑ってね。で、まあ江戸期に入って、今度は、あれですね、土木工事とか、そういうところに借り出された人。だからこういう人たちが渡ってくるときは、そういう人たちの黒桑っていう、まあ江戸時代になると浅草団左衛門っていうね、そういう大将がいて、これ江戸にいたんですけども、この代々浅草団左衛門という名前名乗るんだけども、その人の許可を得て渡ってくるわけですね。で、それが関東縄文人、血を持った関東近辺のいわゆる差別された人たちなんですね。で、この1643年すでにね、東オランダ会社の船の水先案内人としてアイヌと和人の、その渡ってきた和人のアイヌ子が水先案内をしていたという、そういう記録残ってますね。それからもう一つは、先ほどのようにミトコンドリア DNA というのは母親から子供に伝えられる。それで結局ね、アイヌのよくオホーツク文化人がアイヌのね、女の人、薩摩文化人の女の人と交わってアイヌができたっていうんだけども、ミトコンドリア DNA は母親から母親で、ですからアイヌのその女性は大陸から大量に渡ってきたっていうことなんですよね。まあ、そういうふうにして、まあ、ちょっと難しい話になるけども、おしっこの DNA 分析とか、ウイルスのね、それから胃のピロリ菌の DNA 分析見ても、みんな大陸から渡ってきたということが分かってます。まあ、今日は触れません。それで、じゃあそういう人たちはどっから来たかっていうとですね、これ、エミシの研究っていうのがあって、こういうふうに、
それこそ坂の上の田村麻呂とかね、そういう人たちが東北へ行っては、東北とかこれ東日本、大体関東以北だね、そこへ行っては、大体のとん、北上川の辺りまでか、行っては、そういう縄文系の人たちを連れてきては、こういうふうにあちこちにばらまいて、大体氾濫できない50人ぐらいにして、インフラを支える、そういう、仕事に就かせたわけですね。まあ、具体的に職業を挙げるとね、ちょっと問題起こるかもしれないんで、これぐらいにしておきますけど、で、これ、そういうことね、非常に詳しく書いてある本があります。まあ、もしこれよろしければね、私、こういうことに、話に基づいて、話してますんでね、ちゃんと文献、これ見て、なかなか手に入らないものもあります。これ、クラックでね、この顔どっかで見たことありませんか？ね、これもひどいですよ。アイヌは先住民族カデル27スタンディング講義の、学習資料ってね、こんなものね、出されて、で、ヘイトスピーチとは何か。ヘイトスピーチは差別変動表現です。特に人種、民族、国籍、性などの属性を有する、その属性を理由とする差別表現であり、その中核にある最も本質的な部分は、社会的なマイノリティに対する差別、敵意、または暴力の扇動です。もう私たち暴力も振るわないし、差別的なことも言わないというよりはね、もうアイヌの人たちがそう差別するどころか、みんな同じように、その差別なしに同じ日本人としてやっていこうっていう話をしてるわけだからね。差別とは全く相容れない発想だと思うんですけどね。で、これ、アイヌに対するヘイトスピーチの日本政府の確認って、これ国会、で参議院か、衆議院の国土交通委員会でね、これやっぱり答えてるんですね。私これ、議事録確認しましたけど、アイヌ施策推進法の審議では、政府参考人はヘイトスピーチにつきましては、例えば、民族としてのアイヌなんてはもういないといったような趣旨の心ない発言が今繰り返されるというのはご指摘の通りと承知しておりますと答弁しています。つまり政府はアイヌに対するヘイトスピーチの一例として、民族としてのアイヌなんてもういない発言があるという認識を示している。これ直につながらないと私はこの文言からね、政府答弁から見ると思うんだけども、まあこの金子さんが言った民族としてのアイヌなんてもういないっていうのは、これチリマシホが、アイヌの言語学者であるチリマシホが北海道大学新聞に書いてあったことを引用したわけですから、まあ、この引用、チリマシホがアイヌに対してヘイトスピーチしたのかって話になるわけで、たまたま引用しただけで、金子さんはね、袋巻きにあって、札幌市議会議員をね、辞めることになったけど、今、東京の何、区議会議員か。渋谷区の区議会議員やってるから、まあ、こんな北海道でなんかやってるよりよっぽどいいよね。うん、で、ここね、またそれ、ここね、北海道の大部分では大きな集団入れ替わりがないまま、縄文文化を担った人の子孫が、俗縄文文化、薩摩文化の中心的な担い手となり、アイヌ民族につながっていると考えられています。これね、北大のアイヌ先住民研究センターの加藤先生の書いたものなんですよ。アイヌ民族へ続く人類が北海道にやってきた3万年前に始まる歴史は、アイヌ史として捉えることができます。あきれ返ってそっくり返りますよね、これね。まあ見やすくします、これ。この本に出てんだよ。驚いたんだけど。北海道ね、3万5000年前からずっとアイヌ史なんだ。DNA 研究でね、まあいわゆる民族というようなグループに分かれたのが、6000年前と言われてるんですよね。ですから、これ3万年前からったらね、例えば、南北アメリカにね、アングロサクソンが入ったのがね、1492年ぐらいか。そら、南北アメリカもね、今から言えば、ね、それこそ1万5000年ぐらいかな、人間が渡ったのは。そら、南北アメリカもずっとアングロサクソンの歴史で塗り替えることできますよね。アングロサクソン1期、2期、3期みたいにね。いや、これ。同じこと言ったら、これ、北海道にね、もう和人はさ、大体、室町、鎌倉ぐらいからね、まあ、はっきりと、そういう、まあ、行政府っていうか、あるんだから。だから、和人1期、和人2期、和人3期って、同じ理由でできますよね。こんなのがね、北海道大学の教授やってね、年間1000万円も研究費もらってんだよ。しかも、この加藤ってね、あれなんだって、考古学の専門でもないのにね、毎年リシェイ行ってね、
船泊遺跡とか発掘してんだって。それで、あそこは砂丘遺跡だから、もう、一回壊したらもう戻らない。それでしかも、ろくな報告も出してないんだって、ここ10年ね。だそういうことだ。ああいう世界もこう繋がってるから、なかなか批判したくても批判できないんだね。うん、俺みたいなやついないのかな、考古学者に。なんてね。で、これ、イボシホクトっていうのも、これ、アイヌのね、青年ですけども、詩人ですけども、彼がアイヌ差別について書いてるとこは、東京でね、まあ、これ、何回も話すけども、もう、不景気になったんだって。そしたらね、自分より能力のある人、それから自分と同等の人がどんどん会社辞めさせられてくる。だけど自分はアイヌっていうことでね、辞めさせられないでなんとか仕事もらってた。こんな差別あるかっつって、北海道に帰ってきた。甘やかされてるのが嫌だったのね。それで、これ書いてある。アイヌは、己が安住の社会をシャモに求めつつ、優秀な者から酒を争うてシャモ化してしまう。その抜け殻が、アイヌの将を独占しているんだ。もう今残ってんのアイヌはね、抜け殻だって。優生学的に社会に立ち遅れた劣敗者がアイヌの標本として残るのではあるまいか。昔のアイヌは強かった。しかるに、目前のアイヌは弱い。現代社会及び学会では、この劣等アイヌを原始的だと前提して、太古のアイヌを評価しようとしている。けれども、今のアイヌはすでに、古代のアイヌに遡りうるはしごの用を達し得ないことを諸君と共に悲しまねばならないと。まあ、こういうふうに言ってるわけね。で、そのアイヌ差別っていうのは、松前藩の時は確かにあったんですよね。アイヌに日本の言葉を教えるなとか、文字を教えるなとかね、計算方法を教えるなとか、日本和服着せるなとかね。そういうのはいっぱいあったんだけど、明治4年にね、これみんな差別撤廃して、まあ、いわゆる同和の差別も同じですけども、みんな平民にしたわけ。それまではアイヌ社会っていうのはね、大変な酋長が目くげ何十人も持ってるとかね、そういう大変な差別世界でしたよね。うん、まあ、こういうね、ことを明治政府はやったわけですよ。まあ、いわゆる奴隷解放ですよね。そういうことを当時はみんなありがたかったんですよ。だけどいつの間にかそれが差別だって話になるね。それで今度今問題になってる、これ積極的差別是正措置としてもいいし、積極的是正措置としてもいいんだけど、今ねこれについていろいろ問題になってるんです。で、弱者集団の不利な状況を歴史的経緯や社会環境に鑑みた上で是正するための積極的な改善措置を表す。この場合の是正措置とは、民族や人種や出自による差別と、貧困に悩む差別集団の進学や就職や職場における昇進において特別な採用枠の設置や試験点数の割増などの優遇措置を指すと。これね、まあ日本で我が国で最も有名なのはこの同和対策事業ね。これ本当は1969年からの10年の次元立法だったんだけど、結局延長に延長重ねて33年間ね、15兆円国家予算投入されたんですよ。で、事業内容は環境整備、まあね、それから公営住宅、納骨堂、保育所、墓園、斎場、要するに、まあそういう生活一般の改善ですね。それから産業施設、租税の減免、保育料減額、各種助成金、住宅、就学、就職、企業設立、組合。これ今、アイヌには受けてるのものと同じ。いつの間にかこれアイヌに変わってるんですよ。まあもちろんね、これ北海道歌り協会、アイヌ協会の事務局長が、同和出身の人ですから、それから、海沢忠さんというのは早くからね、同和とつながってましたからね、戦後間もなくから、まあ、こういう同和手法が自然にアイヌに入っちゃったんですね。で、これ面白いですよ。新聞赤旗だからね、これ共産党はね、同和対策事業について、同和地区の生活環境が大きく改善された一方で、一般町民と同和地区関係者の間に大きな隔たりや逆差別の意識を作った。共産党が言ってるんですよ、共産党が。もう、同和の方がよっぽどいい目に見てるじゃないかと。ね。で、事業において、部落解放同盟が不当に優遇されている。これ、共産党が言うんですからね。共産党って同和の味方ですけど。それとかね、これもすごい。京都市っていうのはね、もう、まあ、代々、左翼市の町ですけどね。
4月から市の職員の逮捕者がすでに8人に上っている問題について、そのうち6人が環境局職員であることを指摘し、同和行政による優先雇用が大きな要因だと。要するに悪いことするやつ多いんだっていう話ですよね。こういうことを堂々と市長が言ってると、それぐらい優遇措置がね、行われてると。もう要するに普通、こんな人採用できませんよっていうのはあるのを採用しちゃうんですね、童話だっていうとね。それから、公立高校なんかにも、ね、入試の、にも圧力かけたりとかね、そういうこともやってましたね。から、北海道旧土人方法っていうのは、これ、そういうね、差別是正措置っていうのは、明治32年にすでに行われてる。アメリカは、ジョン・F・ケネディがね、黒人に対する差別を撤廃して、その差別是正措置を取ったのが1961年ですから、それよりも60年も前に、旧土人方法って言ってね、これ、アイヌに対して、5ヘクタールの土地を無償で与えると、トンデン兵なんかは 3.5 ヘクタールですからね、約ね。それから土地の所有権、譲渡制限ね、これはね、なんでしたかっていうと、騙されて取られちゃうから、ね、酒に変えちゃうんですね。それから貧困者には農具及び種子を寄付、だから傷病者、病気救済ね、こういうの全部、怪我、病気、身体障害、老衰、幼少の救済、死亡した場合は埋葬料まで支給したと。貧困者の指定で就学するのに授業料を免除、支給すると。それから、この4条と7条に関する費用は、北海道旧土人共有財産の収益。この共有財産ということで、旭川でもね、まだぐずぐず言ってる人いるかもしれないけども、この共有財産というのは、もともとは国のものですからね。アイヌに与えられたものでないんですよ。そこのとこ勘違いしてるんだよね。これがね、またね、その共有財産がね、この共有財産をまた、和人に騙し取られたとかね、取り返したとかって話が出てるんだけども、これについてもね、あれですよ、北海道新聞が随分ね、叩いてたんですよ。で、実はね、これ、釧路郡長二平さんっていうのが、和人、アイヌが勝手にその騙し取られたものを全部取り返したんだって、もともと国、道庁のものですから。それで、また、今度はアイヌはね、返せ返せっていう話になったんだけど、返さなかった。それで、その名義をね、その郡長さん、二平さんっていう人が持って、そしてそれを、で、どんどん組合を作って、まあ、ものすごい財産を貯めて、最後二平さん辞めるときにみんなに分け与えたんだけどね。十勝のね、これ、旅木村っていうね、アイヌはね、それでもね、これ、和人が後ろについていたんですよ、45個。それでも返せって言って、返させて、二平さん、それ返した。そしたら、それみんな離散しちゃったのね、和人に取られて。それを、その記録が出たっていうことを、北海道新聞は、その、道庁のね、そういう役人が自分の懐にね、自分の名義に書いてたって言って、悪者のように書いてるのね。それを、そうやって指摘したのが、東北学院大学の、教授ですよ。そういうね、まあ、例えば私この二平さんのね、名誉回復のためにね、この本に書いたんですよ、これね。そしたらね、いや、これ、帯広のね、これ、福岡藩士の、人の孫さんなんだけど、だからね、この間電話入れてみたけど、もう電話使われておりませんっていうからね、もうすでに亡くなったんだと思うんだけど、おじいさん、元校長先生なんだけど、要するにね、おじいさんがそのね、共有財産を管理してたんだっていう、それで、これね、なんとね、この、財産目録まで送ってくれたの、私まで。で、ここにね、これ、アイヌのね、伏根幸三っていう人がね、いろいろ書いてんだけども、その、文章も送ってくれたんです。で、このおじいさんっていうのが、安田元気っていうんだけどね、この人ね、初めてアイヌ語辞典作ったんですって。ところが、それを東京に、お兄さんとかに出版して送ってくれって言ったら、もう素晴らしいアイヌ語辞典だけど、関東大震災でね、焼けてしまったの。だから、吉田巌とかね、そういうアイヌの先生とかね、河野常吉、河野先生のおじいさんとかね、そういうアイヌ語学者たちと、まあ、並び称せられるどころか、吉田巌の先生みたいな人だったのね。まあ、そういうね、そういう人のお孫さんから私にね、よく書いてくれたって言ってね、手紙が来てこういう資料を送ってくれたんです。うん。で、この、伏根、これアイヌですよ、伏根構造。そこの、
安田玄、玄城さんの学校で学んだ人ね、アイヌ学校でね。だから、ただいま北海道の釧路という方面に行きますと、10万円や20万円の漁場をこしらえて、内地人が漁をやる。一つの場所には、場所は25人から40人くらいまでの妊婦を使う。それが主に内地人を使うのである。その中で船頭というものは誰を主に使うかというと、アイヌが使われる。なかなか10万や20万の金をかけて、その上に生きるか殺すかという大責任をアイヌ人が受けて、船頭というものがたくさんの人を手下に使って、アイヌの命令の下に立つ。どうですか？アイヌ奴隷みたいに使われてましたか？これ大正10年の時ね。アイヌがたくさんの和人を手下にして使ってたもんね。これアイヌが書いてんだからね。まだすごいですよ、これ。幸いに1万5000人のアイヌが明治4年に明治天皇の時代になりまして、憲法発布ということから議会が開かれまして、アイヌ人は皆日本の人民であるということになりました。ね、したがって北海道庁より全ての保護法を与えたばかりでなく、教育の方も、お世話になって、尋常6年を卒業した者は全部北海道庁のお世話になったのであります。また高等科を卒業した者も珍しくない。中学校、実業学校を卒業した者が3000何名、1万5000人のうちですよ。高等師範学校、専門学校を卒業した者が2、300ある。これね、北海道の和人よりすごい教育のレベル高いんですよ、この段階で。財産と言いましても、10万円くらいを持っている者は1万5千人のうちの2割ぐらいある。どうですか？ああいうの貧しかったですか？大正15年で 10万円ですよ。家一軒200円か300円で建った昭和のね、戦後間もなく、その時代、大正のそれから20年前ぐらいで10万円持ってる人が2割もあった。こうやってちゃんと書いてあるんよ。ね。いやー、本当にね。それで、差別だ、差別だって言われて、これ、見てこれ。アイヌのね、就学、生活等福祉。もうね、とにかく高等学校、専修学校、大学、大学院。ね、試験、中学生への就職支援、自動車免許の取得、就職促進の資金、福祉資金、貸し付け。貸し付けって言ったって、ほとんど返ってこないんだからね、アイヌに貸したらね。それから住宅資金なんかもね、みんな焦げついてるでしょ。風呂場作るためにも金出すんですよ。すごいですよ。で、高校だってね、これ、高等学校、これ、授業料 無料。今ね、所得制限、和人の場合、和人とか、いわゆる普通の人は所得制限ありますよ、無料なのにね。アイヌは自動的ですからね。そして、しかもですよ、これ。ね、制服、教科書、ジャージー、ね、通学費まで出るんですよ。卒業アルバム。こんなの旭川市で普通の子に出てる？出てないよね。これ、立派な差別だよね。しかもこれみんな我々の税金ですよ。すごいよね。これ大学の修学資金なんかもね、国立は5万1000円。月だよ。私立8万2000円だよ。うん。すごいでしょ？そしてね、これ卒業時の、卒業して就職した時の年収が585万円以下なら返さなくていいよ。大卒すぐにね、585万円以上取れる人っているかい？ないよね。ほんならもうみんな返さなくていいってことでしょ。これは入学の一時金支給だよ、これ。大学及び専修学校で1件につき30万円。私立高校で1件につき20万円。どうします？いやもうね、めちゃくちゃですよ。これもう一般和人とね、和人というか我々の国民と比べたらすごいでしょ。逆にお金が、ね、出せなくて大学に行けない。そういう各種学校にも行けないって人いっぱいいるでしょ。だけどアイヌだけはボーンボーンとなって、そして卒業時のあれだもんね、収入が585万円以下だったらさ、返さなくていいんだもん。わやなんで、これね、まあ、この資金の流れもね、今節丁寧ですよ。
これアイヌ協会に相談するとみんな教えて、大体こう鉛筆なめなめ書いてもらってね、できるわけですよ、ね、就職支援金、それからこの自動車免許っていうのは、これアイヌ協会に聞いてみたんだよね。これ5万円出るんですよ、免許取った時に。しかも1件ごと、要するに普通免許取りました、原付も原付取りました、牛乳配達に使います、普通免許取りました、あ、また取れる、大型免許取りました、また5万円、今度大徳取りました、また5万円、完全な差別じゃないですか、これがね、なんだな、差別の是正措置なんだそうですよ。いや、変な話ね。ブランドの時計ね、高い時計して、ブランドのバッグ持って、高級車に乗って立派な家に住んでて、それから、あ、大型バイクに乗ってるみたいな、みんなアイヌですからってさ。わ、やだ、もう。そして、お願いしますよ。大変だ。ちょっと車の免許の話出たからお知らせしますけどもね。で、まあ、アイヌ協会のね、これ、全部アイヌ協会の審査があるわけですよ。これ通っちまえばいいんだから。楽なもんですよね。うん、まあそんなんで、まだまだありますよ。このハローワークに行ったらね、そこでお金借りれるとかね。上限20万円とか15万円とかね。まあ、年度ごとに違うんですからね。だから毎年行って嫌になってハローワーク、嫌になってハローワークって。いやー、これどうするんだろう。それから緊急生活に対する支援ね。これもあるし。うん、いや、風呂場作るのにまでね、お金出るんだよ、これ。お墓作るのにも。すごいでしょ、こんなのが。まして、もう各市町村にね、びっちりこうやって電話番号を書いて、そしてそこに申請すると、アイヌ協会が審査して、この人にお金出してくださいって話になる。それみんな我々の税金。と、新築と改築ね、これ、これも。まあみんな焦げついてるらしいけどね。で、窓口は市町村。うん。ひどい話。で、アイヌに対する積極的是正措置の問題点ってね、まず日本国憲法の下で国民の平等が保障されてるのに、我々はその恩恵を受けれないですよね。だから法律や制度でアイヌ系日本人に対する差別は、もう法律や制度でアイヌ系日本人に対する差別は見られないでしょ。それからアイヌ系日本人もすでに物質文明生活において一般国民と差がないわけですよ。それからアイヌ系日本人と一般国民との区別が明確、あの不明確で恣意的な運用が懸念される。アイヌを優遇する結果、進学就職などの自由競争を妨げ、社会活動、社会の活力を失う。で、そうした優遇はね、アイヌ系日本人自身の自立を妨げるわけですね。でね、今ね、積極的差別是正措置の終焉ってね、これ、成蹊大学のね、教授がこのアメリカで去年の6月29日、大学の入学試験に対して積極的差別是正措置を採用することに違憲判決が出た。連邦裁判、最高裁判所ですからね。アメリカでは黒人枠とかいろいろあったわけですよね。で、これね、問題点、アメリカの場合は、アメリカ合衆国では黒人やラテン系の平均の学力が低いため、進学率が低いことを是正するために、大学において一定枠の確保が行われていると。で、差別が論拠とされるが、非白人で非差別民族であるはずのアジア系、東洋及びインド人ってね、この人たちはすごく成績は高いんだけど、優遇措置が受けられないために枠が狭いんですよ。大学に入るのに学力が高いのに、差別されて入れないってね。我々アメリカ行ったら、まあ、ね、入れないです。そういうことが起こってたんですね。で、それが違憲だという話になった。もうだからこの、積極的是正措置っていうのは時代遅れなんですよね。それを未だにアイヌはね、やって、もっともっとよこせっていうふうにやってるわけですね。この次の法改正がまたありますよね。それから、これ今問題なのはね、これ男女共同参画。これもね、すごいんだわ。あ、まあ女性いるけどもね。おかしいと思いませんか？まあ、つい行くよ。これね、あれですからね、京都大学で理工学部と工学部、女性のみが出願できる枠、98人の定員に対して39人。40% はもう女性枠なんですって。大丈夫ですか？
まあ、ここにいる女性は分かんないけど、女性ってあの物理が苦手なんだよね。だけど、理学部と工学部って物理ができないとまずいんじゃないですかね。うん、そういうふうになってしまった。で、東工大や名古屋大なんかはもうすでに23年の入試からそれやってるんだよ、女子枠を。こんなことをね、大学はやっぱり学問を競ってね、学力を競って入って学問を競う場だから、これはちょっとなんか勘違いしても甚だしいよね。これ、田原涼子さん、これ、カムイの実の女子枠でやってるよね。女子枠。先駆者だよ、これね。あ、ちょっとこれ、以下オフレコ。